ずずうしい雪男。のばし。ぎゃほい。ママさん、慌ててどうしたんだどん。雪男がぐずらちゃんに面会なんですって。雪男？雪男ってなんだどん。ぐずらちゃんにね、どうしても会いたいんですってさ、言って言ってちょうだい。うん、チャララも言ってみろと。あ、ダメよ、あなたは。ぐずらさんでありますね。ほら、ぐずらだどん。実は私はヒマラヤ探検隊のヒョロリーと言いますが、ヒマラヤ山脈を探検中、世界でも初めてという本物の雪男を生け捕ってきたのです。それがどうしたものか何を聞いても黙っていて動かないのですな。で、私もどうしたものかと困り果ててますと、ある日新聞で突然グズラさんを見つけ、急に何か大声でわめき出したのです。グズラグズラそこで、グズラさんなら雪男の言ってることがわかるだろうと思いまして、ここまで連れてきたのですが、どうぞ会わせていただけませんでしょうか。その雪男ってのグズラの親戚かな。とんでもない、どん。ほら、そんなへんてこな親戚なんかないだどん。あったらヒョロリーさん、雪男さんを連れておいでよ。いや、どうもありがとう。おい、雪男を入れなさい。で、なんてすごいんだどん。え、わぁ、大したかったよ、グズラさん。いや、言葉を喋ったぞ、こりゃ。この涙、俺よりすごいだどん。いや、涙だけじゃない、半分は汗なんです。汗？寒いところに住んどったからね、ここは暑すぎるんです。どうしなっちゃ、なんとかしなっちゃ。かわいそうだな。いや、奥さん、これ少ないんですが、お礼です。まあ、こんなにたくさん。いや、もし雪男が人間に懐いてくれましたら、改めてお礼はいたしますからね。へえ。話せば長いことながら、ほら、一人が原始時代の生き残りだと思っていたの。ところが日本へ連れてこられ、懐かしい時代の怪獣さんがいると知って、会いたくて会いたくて。はい、氷よ。あら、いただきますです。もう13杯目だと。大丈夫かの。いや、なんて可愛い怪獣ちゃん。チャララちゃん、よろしくどん。ほら、寒くて寒くて仕方ねえだどん。この寒いのに扇風機なんかかけちゃって。もダメなグズラポン、扇風機止めていいかどん。どうして。オラの生まれは火山の中のあったかいとこだったんだどん。だからこんな寒い部屋にいるとたまんねえだどん。ただいま。今帰ったよ。おかえり。出た。きっと間違って動物園に入っちまったんだな。いや、バカな、そんなはずはない。確かにうちだった。うん、ここはやっぱり僕のうちだ。出た。なんだ、ママか。実はね。いや、聞きたくありませんね。どうせまたグズラの親戚でもやってきたってこう言いたいんでしょ。うん。そうなの、グズラちゃんのお客さんなの。どうしても会いたいって見えたのよ。まあまあ、僕が怪獣嫌いだってのは知ってるじゃないか。グズラがいるのにまた変なのを買うなんてことになったらどうするの。でも世界で初めて発見された雪男なんですって。雪男？くらー、ついに我が家には雪男まで入り込んできたか。でも発見者のヒョロリーさんがお世話になるって10万円くだすったのよ。10万円？ええ。ほほ、本当かい、そりゃ。そうなの、雪男が有名になったらまたお礼をくださるんですって。よし、引き受けよう。大変だ、パパが戻ってきたぞ。こら、大変だと。雪男を隠さないと優勝得意者と。お待ちなさい。なるほどなるほど、あんたが雪男さんか。ゆっくりしてってくださいよね。あんたの面倒はね、バッチリこの私が見てあげましょう。さあ、どうぞどうぞ。パパ変なの。いや、抜けたさんですか。雪男さんいますか。
私が世話をしているヌケタです。あなたが雪男の身元引受け人ですか。面倒見てますよ。オラが面倒見てるだぞ。じゃあ写真を一枚。あお、うん、いやどうもありがとうございました。あなたテレビ局からお電話ですよ。何テレビ局。あそうかい。雪男さんに出演してくれって言うのよ。さあ忙しくなりましたよ。テレビ出すなんてかわいそうだぞ。そうよ、とっても辛いところよ。そんなこと言わずに、これはね、雪男の、いや、あなたのためなんですよ。氷小豆をたくさんあげますから。氷小豆くれる？そんなら行く。食いしん坊だぞ。人気者になってくださいよ。ふん、ふん。なんだか怖いね。ちょっとの辛抱だと。氷小豆、私テレビディレクターです。オラグズラだと。オラ雪男だと。こりゃまたよく来てくれましたね。ちょっと失礼、私はね、グズラさんに雪男さんに用があるんですよ。さあ参りましょう。あなたに時代演劇をやっていただきたいんです。時代演劇ですよ。ヒマラヤ太郎のサンドガさん。テレビ局の人っていろんなことさせるんだからもう。ザ・ヒマラヤーズ。ひどいやつだ。雪男が売れっ子になったのはグズラのおかげなんだぞ。そうよ、それをまるで召使いみたいにするなんてもう許せないわ。これから行って雪男をとっちめてやるんだ。チャララ、雪男のとこ行っちまったぞ。ごめんかいです。こんにちは、こんにちは。ちょほー、チャララさんよく来てくれました。さあこれプレゼント。ポチャララ、食べ物なんかいらないと。じゃあこれは。ステーキね。ドレスチャララ着てみろとん。綺麗だな。本当にあんた綺麗だ。そうかしら。やっぱりチャララここにいたいだどん。どうもどうも、しばらくでしたね。いやいや、雪男あんまりいい気になるなよな。そうよ、人のいくつらちゃんをこれ以上いじめないで。私は何も、そんな、ねえグズラさん、そんなこと言わないでね、お願いします。私はグズラさんと一緒にテレビに出てくれって頼まれているんです。ほらも出るのかどん。どうしてもって言うなら出てもいいどん。ああ助かります。やっぱり原始時代の友達ね。雪男対怪獣グズラなんて変な映画ね。約束したんだから仕方がないさ。怪獣さん、出番ですよ。さあさあ。ほら、どうするんだどん。君困るね。ここで怪獣グズラは正義の味方雪男のためにコテンパンになるんだ。ほらがコテンのパンだかどん。よいしたっと。ダメだダメだダメだ、もっとアクションに迫力を出さなきゃね。え、このようにやるんだ。これ痛いか、痛かった。
いかったんだぞ。ごめんなさい、あちゃ。いや、どうもどうも、雪男をよく鳴らしてくださって、テレビでも今や代表版、全くすごい人気ですな。そこでですが、そろそろ私にお返しいただきたいんですが、いかがでしょうかな。それがもうダメなんですよ。どうして、おしゃべりもうまくなったし、歌だって歌うようになったじゃありませんか。おい、ぐずら、雪男をここへ連れておいで。これはこのグズラがやったことなんですよ。すまないドン。わしはこんなことをしてくれとは頼まなかったのに。もういいです、連れて帰りますからな。いやだ、俺ヒマラヤへ帰る。静かにヒマラヤへ帰ります。皆さんありがとう。さよなら、さよなら、さよなら。せっかく連れてきたというのに100万円損した。別れは辛いぞ。かわいそうだぞ。僕の気持ち、君の気持ち、わかる。